間違った。立ち捨てた。次は7時1分からですね。です。ちょっと待ってください。大変なことを思い出しました。おはようございます。ちょっと待ってね。大変なことを思い出しました。よいしょ。ちょっと待ってください。ちょっと一個だけやっていいですか。本当にすいません。大変申し訳ございません。携帯をいじっている携帯をいじっている場面で大変申し訳ございません。本当に申し訳ございません。9時半。え、めっちゃ雨降ってる音がするよ。19時半。20時15から20時35分21時16分から21時36分22時17から22時37分23時18分から23時38分よいしょ。なんとか終わりました。はい、ということで皆さんおはようございます。やあ、前髪がおかしいね。おはよう。少しだけ投げに来てよ。ありがとう。今日も朝はストレッチから始めましょうね。おはよう。皆さんのところ雨降ってないですか。超絶新潟雨降ってます。昨日眠れへんかったのでなくて、かなり早うに寝てもうて、今朝はかなり早うに起きれたです。よかったです、早うに起きれて。おはようございます。今日は3日目ということで、今は6時から6時半、配信です。皆さんお仕事準備ですかね。頑張ってお仕事準備ってか、お仕事準備の間にも見てくれてありがとうございます。それでは背伸びするぞー。おー、背伸び。おいしょ。肩甲骨よー、伸びろー。肩甲骨よー、伸びろー。
伸びろ、健康中央伸びろ、札幌曇りです、出勤準備中です、お疲れ様です、みんなおはよう。肩甲骨を起きろ、肩甲骨よ起きろ、肩甲骨よ起きろってしましょう。よいしょよいしょよいしょ。なんかあの猫背っていうか肩をこうやって肩甲骨を後ろに出すみたいな感じすると気持ちいいですよ。石川も現在は曇りです。曇りのところが多いですね。うっ、携帯落とした、うっ、失礼いたしました。今日はお仕事までの時間なので、もう起きたらもうファンデーションもお粉もあとはまあチークとか目は全然何もしてないんですけど、あとは全部やっちゃいました。こんな感じです。これのねクマさんのねガチャがねファンプレで前にくれたクマさんなんだけど、お気に入りでねずっと来てるんだ。こうやって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 体に汗だよ汗だよってしてください。今日も一日ハイスです、ありがとうございます。お邪魔していきます、よろしくお願いします。おはよう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 ございます、おはよう。かわいいでしょ、クマさんがいっぱいいる、ほれかわいい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 、クマさんかわいい、おはよう。今日も体におはよう、あ、めっちゃボキってなっちゃった。肩をこうやってね胸を起こしてあげましょう。よいしょ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 、体がね本当にポカポカしてくるんですよ。昨日も言ったけど私ね普段ね指鳴らさないんですよ、なんか怖くて。なのに不意にこうやってなんかバキッとかなるとはっって思っちゃう。全然悪いことじゃないの。よいしょ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 、この鎖骨の上もほいほいほい刺激をして、おはようおはようございます。タコさん、お星様アカウントコメントありがとうございます。ゲットもありがとうございます。よしよし、あ、待って、タイマーしてないじゃないの、危ない危ない。6時27分かな、あ、違う違う、6時27分、はい、キーン、おはようございます、おはよう。皆さん何時起きですか今日は。よいしょ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 、あ、そうそう、あの前にあのトレーナーさんがね教えてくれたんですけど、このここのあんまり出ないな、ここのここの筋肉、強さニュートスキンって言うんですけど、ここをこうやって揉んであげるといろんな効果があるらしくて、ここはね揉むといいよっていつも言われてました。唯一なんか特殊な筋肉で覚えて教えてもらって覚えた強さニュートスキン、ここは結構普段からこうやってマッサージしています。もみもみ、ここねいいんですよ。あんま強くやりすぎちゃうとあれですけど、
5時頃布団から出ました。おはよう、素晴らしい。2週間利用しました、ありがとうございます。朝からめっちゃ可愛い、癒しです。そんなことございませんが、もう癒しですって言っていただけたらもうありがとう、ハッピー。もうね、本当に朝はもう体を起きろって、もうドゥンドゥクドゥンと、もう起きてくれってするのが一番なんですよ。本当に体温上がるし、めっちゃ本当に私めちゃくちゃ本当に体温低くて、朝なんかまあね、今このご時世になって毎日ね体温を測るように習慣づいたじゃないですか。そしたら気づいた、私めっちゃ体温低いってことに気づいて、びっくりするぐらい体温低いんですよ。でもあのちゃんと体をこうやってほぐしてあげるとちょっと体温が上がるので、おいいんじゃんっていうことに気づきました。でね、配信始まる前に、あ今日朝体温測ってないのまだと思って測ろうと思ったんですけど、なんか私の体温計本当にあのめちゃくちゃあの時間ちゃんとかかるやつ、ちゃんとした統計を取ってくれる時間かかるやつをね買っちゃったんですよ。そしたら6時57分58分とか9分ぐらいに、あっと思って体温計をねこうやって挟んだら始まっちゃって、あ間に合わなかったと思って、次までの間に測ろうと思います。36度、全然ない。私なんか昔、まあ、学生の時とかだったら朝、まあ、35度台とかだったんですけど、気づいたら34度台とか全然普通にあって、大人になってからその今ね測るようになってから、まあ、それに自分でびっくりして、え34度台はこれやばいぞって思って、はい、朝はちゃんと体を起こしてあげます。低すぎだよね、びっくり。私も34度台とか5度台が普通です。でも日中になったら36度台になるんですけど、朝めっちゃ体温低い、怖い怖いよくないですからね、多分あんまり。お仕事行ってきます、行ってらっしゃい。低すぎだよね、ワクチン打ったら全然上がります。もう3日ぐらい、4日したらもう完全大丈夫になってきたから、3日、4日も微妙だったかな、完全に5日ぐらいしたら完全に痛くなくなりました。おはようございます、これからお仕事頑張ってください。今日も一日、なんか配信始めた時は土日だったからお休みの方も多かったけど、今日は月曜日なのにね、月曜日ってね重いですよね。あ月曜日か、頑張んなきゃって感じですよね。2週プラス50カウントありがとうございます。2週目危ないかも、いや本当にね頑張ってくださるだけで嬉しいですよ、ありがとうございます。シャレたシャツ、あそうパジャマ、素材はシルクとかリネンですか、素材はなんだろうな、なんだろうな、素材はどこにタグがついてるかわかんないんですけど、あのトゥルトゥルの気持ちいい生地です。よいしょ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 よし、腕も伸ばして、腕も伸ばしていきましょう。余裕なんて、何の余裕か分かんないけど、常に余裕なんてございません。私すっぴんじゃないです、まだアイメイクとかチークとか色のあるものは、クチュアリップ塗ってるんですけど、まだ色のあるものをしていないのですっぴんに見えるかもしれませんが、すっぴんじゃございません。昨日もすっぴんじゃございません。
間違いないようにお願いいたします。おはようございます。ストレッチストレッチ。ストレッチストレッチ。体起きましたかね皆さんも。よいしょよいしょよいしょ。本当にポカポカしてくるわね。わかるかな。やってるとめっちゃポカポカしてくるんですよ。もう暑いもんだって。動いたら首もちゃんと伸ばして 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 もう 1,2,3,4,5,6,7,8,9 おーえって下もふう、体が起きたんじゃないでしょうか。うわ、アップにしてみてました。わ、そういうのやめてほしい。そういうのやめてほしい。アップにしてみないでください。新潟暑い。本当、雨降ってるけど暑いんだ。おし投げ終わった。ゆっくりストレッチできありがとうございます。おはよう。おはようございます。肩甲骨周りの筋肉、エネルギーの消費。そうそうそう、だから肩甲骨ほぐしとかよく言いますよね。肩甲骨周りをほぐすとなんかこう痩せやすくなるみたいな、よく言いますよね。よいしょ。ピピピ。よいしょよいしょ。おはようございます。今日も一日頑張りましょうね。だから肩甲骨をちゃんと剥がしてあげると本当はいいらしいですよ。朝食いただきました。何食べたんですか今日。よいしょよいしょ。なんか昨日あのメイク配信というか、まあ下地だけ塗ってて、ファンデーションだったりとかは配信中にしてたんですけど、メイクにどんくらい時間かかるのみたいなコメントがあって、昨日ずっと喋りながらめっちゃゆっくりやってたからめっちゃ時間かかってたけど、普段は公演のメイクでもうがっちりきっかりがっちりきっかりして20分ぐらい。普段本当に普段だったら10分ちょっとぐらいだと思います。めっちゃのんびもうババババババってもうすごい手際よくやったら本当に20分ぐらい、早いのか遅いのか全然わかんないですけど、めっちゃ手際よくやったら20分ぐらい。でも基本なんかポケッとしてるのでそんな手際は良くないですね。はい、どうなんだろう。早い人めっちゃ早い。七子、西村七子ちゃんはめっちゃ早いです。もうなんかメイクはやだな、でもみんなにメイクしなよって言って、とか言いながらもうすぐバッて終わっちゃうから、あ同じぐらい。よかったよかった。ぶっちゃけ眠いですか今日はね。なんか全然眠くないです。元気いっぱい。なんか慣れました、3日目にして早起きが。早そう。そう、なのかめっちゃ早いんですよメイク。元からの目鼻立ちがくっきりしてるから、そう本当にすっぴんと変わんないんですよね。なんかでもなんか平均の女の子のメイク時間がどうなのかはちょっとわかんないんですけど、まあそれぞれねこだわりがあったらずっとねやっちゃうので、そうそう長くなっちゃったりもしますよね。遊びに来てはありがとうございます。
香水、香水じゃない、香水なのかもこれ。なんか今まであんまりつけなかったんですけど、いい匂い、好きな匂いに出会ってからは公園の時とかはつけますね。なんだろうこれ、ロールオン、これはこれは香水なのかしら、あんまり分かってないんですよね、香水となんかなんだっけ、なんかの違い。30度50分の管理ありがとうございます。これは香水なのかしら、よく分かんないですけど、いい匂い、めっちゃついちゃった、ちょっとハッピーになるのでつけるとテンションが上がります。ロールオン、ロールオンタイプの香水になるのかな、こういうくるくるってつけれるやつ。そこまでずっと匂い持ちはしないんですけど、この匂いがねめっちゃ好きなんですよ。あ、いい匂いって思っちゃう。甘い系は無理です、私。なんかお花とかシャボンとかそういう匂いが大好きで、なんか柑橘系と甘い、なんかバニラとかがあんまり得意じゃないんですよね。みやちゃんがメイクで一番こだわってるのは何だろうな、公演の時はアイシャドウ、あ、アイシャドウとリップにめっちゃこだわります。めっちゃアイシャドウとリップはもう毎日なんか絶対組み合わせとか混ぜ方とか絶対的違います。でもメンバーからいいねって言われる、いいねってこの色いいねって言われる組み合わせはなんか大体分かってきてるんですけど、大体いつもはなんかティントを塗ってからこれ、これユナコからタンプレでもらったんですけど、これを塗ってて最近めっちゃ好きです。フラランスのやつ14番、桜、めっちゃねいい香りがするんです。鼻血ちょっと、これをね最近は愛用してます。気になってた？めっちゃいいよ本当に。普通に何もなんだろうな、口紅とか塗らずにこれだけ塗ってもちょっと血色があるので普段使いもできるし、お仕事の時も使えるし、保湿もしてくれるし、いいです。めっちゃいい。最終プラス感動当てありがとうございます。星投げ終わったら感動します、ありがとうございます。お部屋フルート50完了ありがとうございます。なんか香水があったらめっちゃ今日聞いてくれる方が多いですね。私が普段つけてるのは全然見えない、え、すごい見えないちょっと待ってね、うん、めっちゃもうこんなにない、え、本当になんか透明すぎて見えない、なんだこれ、どうして見たらいいの、あったあったあった、ジルバイジルスチュアート、オードトワレロールオン、オードトワレっていう香りです。香りする香り届いたら面白いのに。ジルですね。なんかお姉ちゃんがなんだっけな、ジョンマスターの香水を集めてて、それでなんかすごいいろんなのを持ってたんです。なんか好きで限定買ったりとかしてるのを見て、ああそういえば
香水って買わないなと思って、買いたいなって思って自分で買いに行ったのがこの匂い。あ、いい匂い。いい匂い。ジョンマスターだっけ？なんだっけ？ジョン・マーロン。ジョン・マーロン。ジョン・マスターってなんだろう。ジョン・マーロンです。あ、ジョン・マーロン。ジョン・マーロン。あ、ごめん、何回も言って。ジョン・マーロンだ。ジョン・マ、ジョン・マーロン。ジョン・マーロン。が、お兄ちゃんがめっちゃ集めてた。めっちゃいい匂いなの。紙袋とかにもシュッてしてくれるらしくて、もう、すっごい何回も。見て、この紙袋もいい匂いだよって言われて、私何でもお姉ちゃんに、はい、3分前です、影響を受ける人なので、私も買いました。はい、ということでランキングを読ませていただきます。13位がゆうた NGT さん、12位が妹あとぴよさん、11位がやごよすけ NGT のちさん、10位がパックさん、9位がエルマパッドピオさん、8位がウリカパパさん、7位がワンマンハッシュタグメロビシに、6位がハッチアット NGT オシさん、5位がキュージアットメロファイティン、4位がピューリンアットピオさん、3位がアキラ先生、2位がシジュカラアットメロビシに、1位があるウタアットピオさんです。ありがとうございます。早っ、朝もう6時から6時半まであっという間だったんですけど、皆さん私の好きな香りを知れちゃいましたね。ちょっとどこかでこの香りを変えで、私はこの匂いが好きなので、この匂い好きなんだってちょっと思ってください。私とおそろちの匂いになります。なりたい人いるかわかんないんですけどね。はい、ということで続いては7時1分から7時10分でございます。またもうちょっとしたら会いましょう。次は7時15分から星集め会場ですので、よろしくお願いします。次はね、カウントですね、カウントバックです。朝焼けからお疲れ様でした。いやいやいや、本当に皆さんお疲れ様でした。香りおそろちにする、いいよいいよ、おそろちにしよう。ちょっと私は好きなんです。まあ香り好みがありますからね、なんか自分は好きじゃないとかあるかもしれないので、一回香ってみてください。イエスさん、今日も頑張って、皆さんこそお仕事、学校か、お家でやること、一緒に頑張りましょう。素敵な一日になりますように。何の香り、ジル・スチュアートの王道、王道、あ、やばい、また見えない、王道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 トワレです。それでは、みはるさんになっちゃった、かきくけこ、かきくけこ、かと、あれ、ガニなんちゃったよ、何かな、何かな、かバババババーク、はい、よいしょ。皆さんこんにちは、間違えた、おはようございます。ただいまの時刻はカウント枠になっています。チームアイナですけど、おいてます、ありがとう、お疲れ様です、お疲れ様です。皆さんこそ本当に、多分今この7時から7時10分ぐらいが皆さんちょうどね、お仕事準備でバタバタしているであろうに来てくれてありがとうございます。おはよう、おはようございます。ぴょん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 、カウントワークでございます。7時10分までです。15分が解除なので7時10分までです。15分が開始、あ、これ15分
でしゅ。おはようございます。9時から9時半はアイメイク、今日のアイメイクをしたいと思います。髪の毛とかはちょっとその前に終わっちゃうんですけど、この30分はアイメイクをしたいと思います。おはよう、遊びに来たよ、ありがとうございます。今日も見れる限り見ますね。体調に気をつけて頑張って、ありがとうございます。皆さんも体調にお気をつけください。お疲れ様です。お疲れ様です。カウント完了しました、ありがとうございます。おはよう、おはよう。みんなあれかな、もっと早い人はもっと早くね、お家出なきゃいけなかったりとかねするよね。ありがとう、本当に来てくれて。おはよう、カウント完了したよ、ありがとうございます。ちなみに奈良美春のさっきのね配信で香水の話になったんですけど、この細長いやつ、あのシュッて大きい瓶じゃないのって全部ロールオンタイプらしくて、ロールオンっていうのはただの容器の形状っていうんですか、形状だったみたいです。教えてくれた方ありがとうございます。はい、形状でしたただただこういう細い方っていうだけでしたね、名前じゃなかったです、すいません。50カウント完了、ありがとうございます。今日ね髪の毛お仕事行く前にこう自分でやるんですけど、何にしようかなってめちゃくちゃ悩んでて、でも上手にウェーブできるかなとかめっちゃ考えてるんですけど、ちょっと悩みながら髪の毛やっておきたいと思います。でも内巻きにしちゃったので、これをどうしようかなみたいな、どうしようかなって感じです。自分次学も見れます、ありがとうございます。おはよう、おはよう、5時間食べてありがとうございます。おはよう、おはようございます。あ、やばい、ちゃんと10分のタイマーかけとかなきゃ。7時7分、あと1分だ。どうやろうかな、悩み悩み。3枠目見れないけど頑張ってください、ありがとうございます。皆さんお仕事頑張ってください。次の星は7時15分解除です。次9時なので星集めよろしくお願いいたします。1枠目見れなかったので1周50カウントお届けありがとうございます。なんだか朝からね皆さんに出会えて幸せです。そうだね、7分になったらちゃんとあのダンジョンに上がってくださった皆さんを呼びます。8時15分星を捨てるお時間です。次9時発信なので8時15分に星を捨ててください。星捨てはい、ということで壇上に上がってくださって皆さんを呼ばせていただきます。13位が居候アットワンタン西ヶ岳さん、西ヶ岳さん違うかな、合ってました。12位がパラパラさん、11位がつとまアットピアさん、10位がハセアットミハル大好き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 さん、9位がネットアブリン手洗いうがいさん、8位が秋広青柳さん合ってるかな、7位がチョコパンさん、6位が水木さん、5位がケシさん、
4位がハボーハボーあと押し投げ練習中さん、3位がハチアト NGT 押しさん、2位がアルトアト NGT 押し、あ間違えた、アルトアトピオさん、1位がタンケさんです。ありがとうございます。なんか読み方合ってるかなってなんか時々思っちゃうんですけど、もし間違ってたら申し訳ございません。みんなお仕事頑張ってください。今日も一日一緒に頑張りましょう。応援しています。皆さんの仕事、学校、お家のやること、休むことも大事です。今日は休もうっていう人もいっぱい休んでください。おー、もう新潟は今日すごいちょっとお天気がね不安定らしくて、このあと今日はずっと雨、あ曇りになるっぽいね。よかったね。この朝のうちだけちょっと雨が降っちゃうみたいなので、傘忘れないようにしてください。新潟の皆さんは初回から参加してくれた方、この後7時15分から星集め会、じゃあ8時15分にしてほしいです。ありがとうございます。教えてくれて、朝からね6時から参加してくださった方はこの後7時15分に星集め会所で、8時15分に星を捨てるお時間でございます。星を捨てることを忘れなく、その後はもう本当にどこにも入らず9時のね発信が始まるのを待っていただけたらなと思います。それでは9時またね。次は19時から19時から、あ間違えた、点を打っちゃったよ。19時からドゥンドゥン、ただいま。ということで髪の毛をセットしました。ちょっとなんかピンってなってる。ウェーブにしました。今日のお仕事の髪の毛、そしてお仕事で着ていく洋服に着替えました。かわいい、かわいくない、私の大好き要素が詰まってる。ちょっと襟っぽいけどベネックなのでちょっと大人っぽくて、可愛らしいけど大人っぽいお洋服にしました。ということでこのねちょっと紫がいっぱい入ってる、まあ、ネックレスも紫にしたんですけど、紫のラベンダー柄が入っているのでアイメイクもラベンダー系にしたいと思っております。ちょっとねこの間昨日かメイク配信をしたら、アイラインを両手を使うってことに気づいたのでアイラインは引いちゃいました。なので普通にアイシャドウを塗っていきたいと思います。見て可愛くないこの洋服、見て可愛くない、もうザ好み、もう一目惚れ、ザ好み。私は首元が詰まってると本当にダメなのね。首元空いてるものをよく選んでしまいます。かわいいこのお洋服、はいごめんなさい。はいということで、はいメイクしていきます。ザン、まず、まあ、昨日見てなきゃわかんないよっていう方もいっぱいいらっしゃると思うんですが、涙袋、大事な涙袋を作成していきます。ちょっと可愛いお服着たらテンション上がるよね。自分の好きなお洋服着るのが一番だけど、久しぶりにドストライカのお洋服に出会って、アイボリーっていうよりは結構黄みがかってて可愛い。何このお花柄、見て可愛い、ドストライクです、大好き。はい、ということで、これはなんか二重の線を描く本当アイライナーなんですけど、涙袋を使っちゃいます。私はケイトの
この涙袋をずっと使ってたんですけど、こっちに移行しました。今ということで、涙袋を作っていくぜ。ウェイ。お腹鳴りそうで怖いけど、そんなことは気にしない。前髪めっちゃ長いな。こうやってこうやってさ、ああ遠くのものを見るようにってやって、この元からつく線をかけます。ちょっとぼかすので、ちょっと濃いめでも大丈夫です。なんか思ったんですよ、私ずっとね、なんか涙袋別に少なくていいやというか、涙袋の重要性はあんまり感じてなかったんですけれども、なんか涙袋ある女の子って可愛いって思い始めた日から涙袋描くようになりました。なんか元から若干あるにはあるんですけど、ちょっと強調させます。あ、やばっ、あんまりやりすぎるとね、ちょっと寝不足ですかみたいな感じになるから、まあほどほどに加減を見つつしまして、明るめのコンシーラー、これはザ・セムの 1.25 のコンシーラーを本当に本当に本当にちょっとだけ、ヒッてやってヒッてやってヒッ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 と、本当に若干ワントーン肌の色よりちょっと明るくするかなぐらい、本当に本当につけすぎたらもうどうしたってなるから、本当ちょっとだけヒッてやってヒッてやってヒッ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 てやってちょっと伸ばしてあげます。ドゥン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 、そうしただけで涙袋ができます。でもアイシャドウを重ねるのでここはいいんですけどね、うん、普段よりもうんって笑った時に涙袋ができる女の子がいい。はい、失礼いたしました。はい、ということでアイシャドウに落としたよ、救出、アイシャドウを塗っていきたいと思います。おはようございます。なんかもう私もお昼過ぎぐらいの気分なんですけど、まだ朝ですよね。アイシャドウを塗っていきたいと思います。今日は紫、もう紫がちょっと何ですか、日本語が出てこないですね。紫がなんだ、紫がテーマなので、テーマ紫が紫をナンバーワン、日本語違いますね、紫をポイントとして生きる日なので、お洋服が紫系なので、今日は紫人間として紫系のアイシャドウを塗っていきたいと思います。よいしょ、まあこれじゃないですね、ガチャガチャしてすみません。朝の会がありました、お疲れ様です。紫人間イエス、よいしょ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 、おりゃよいしょ、あいてー、ちょっとなんかアイシャドウパレットってなんでこんなすぐ汚くなってしまうんでしょうか。やった、本当にお見せできないぐらい汚いですね。はい、ちょっと拭いて、ちょっとこのいつも使ってるパレットのちょっと薄ピンクですかみたいな子をまず全部塗ります。本当時間内に終わるから、私はなるみはらできる子、大丈夫大丈夫大丈夫、できるできる、はい失礼します。ババ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 
これは鏡を持ちながら失礼します。なんかもう全体にとりあえず塗っちゃいます。真ん中に置いてから、あと軽く軽く下に持っちゃいます。これは本当に色は別にないので、ほぼ気持ち程度で大丈夫です。シャカシャ、下地みたいなものですね。はい、そんでそんで次はもう愛してやまないアイシャドウがちゃう、もうボロボロもうないです。ほぼどこのですか、韓国語で分かりませんが、なんかめっちゃ前にね、なんか買いに行ったら店員さんが、これはなんか天然のなんか目に入ってもいいぐらいのラメだから目に入っても大丈夫だよって言ってくれたので買いました。はい、このこれを薄く塗ります。ページ見えるかな、好きじゃないかも、ごめんなさい。こちらになります。もうめっちゃめっちゃない実に毎日使ってるか分かっちゃう。この子をよいしょ、もっと軽く軽く出します。よいしょ、虫投げカウントしました、ありがとう、頑張って、ありがとうございます。よいしょよいしょ、若干わかるかな、ちょっとすごいいつも持たない鏡の持ち方したら指が痛い。見て可愛いでしょ、今年の生誕の時に生誕員の皆さん作ってくれたステッカー貼ってる持ちにくい、いつも置いてメイクしてるんですけどちょっとごめんなさいね、すごい持ちにくいと、なんか本当にこういうの私不器用する、やっぱこの持ち方になっちゃうな。そしたらこのこちらですね、こちらもちょっと目尻に目尻に入れていきます。2週と50カウントできた、ありがとう、いいね、かわいいし、かわいいでしょ、応援してます、1位取ってください。いや本当どうなるか分かんないんですけど、私なりに皆さんと一緒に頑張りたいと思います、お願いします。でこれをここら辺に乗せてきます。間違えました、二重幅です。全部私はこの筆でやっちゃいます。あ、ちょっと紫感分かってきたんじゃない。そしたらそしたらそしたらここで秘密兵器だったら、こんなゆっくりやってるからだよね、あの筆のカラーをなんかこう取ってくれる、リセットしてくれるやつで一回リセットします。そしたらおいしょ、このめっちゃないこのピンクを軽く取ります。軽くと言いながらいっぱい取っちゃいました。なんか最近までめっちゃ茶色系のメイクをしてたんですけど、なんかねちょっと紫とかピンク系に目覚めました。じゃらーん、
体的にこすります。わかるんでしょうか。西形家の一人として応援してます。ファイト、ありがとうございます。私はね、ブルベなんです。そうなんですよ、一応。お、優しい、ビルクなし。ミハルーム、早く戻りたい。ありがとう。ミハちゃんの声何？そんなことないんですよ。ピンク塗ったで。そしたらなんかぼやってしてるので、ちょっと濃い、この俺だみたいな言ってる、この底見えちゃん、この子本当にここにピッてピッてします。ピッて、本当大事、ピッっていうのが大事。まだ大丈夫ね、時間。本当にちょっと濃いから、本当ちょっとで、本当ピッピッね、ピッ。本当にあんまり主張しなくていいよみたいな気持ちでね、本当にちょっとだけね。うん、とか言いつつ結構塗っちゃったね。まあいっか。そうすると、なんかグラデーションっぽく見えないグラデーションっぽくなるんです伝わんないな。そんな感じで、うん、いいんじゃないかな。そう眠って、そう眠って、そう眠って、へい。で、まあとりあえずいいとしましょう。そんならアイシャドウさんはちょっとお帰りになりまして、本日は涙袋をちょっと昨日と違うの使うことにしました。本日はこちら、ドゥドゥン。コスメデコルテアイグロウジェジェムジェムピンピーピンク885使います。指で取って、指は20時15分からです。20時15分から、はい、ドン。皆さんこんばんは。朝おはようして、お仕事に行ってきて帰ってきました。皆さん待っててくれてありがとうございます。ただいま。そしてカウント、星投げ、そして星集め、星捨て、ギフト、たくさん皆さんありがとうございます。ということで、奈良美春帰ってきたんですけど、今の時間はちょっと喉が渇いてた。はぁ、今の時間はですね、私が普段ジェルネイルをすることが多いんですけど、普段ネイルをしないとき、ジェルネイルをしないときに爪を綺麗に見せたいなっていうときにするネイルちゃんを紹介していきたいと思います。なんか普通の地爪でもいいんですけど、なんかそのちょっと血色をよく見せたいなって思って、そういう時に使うものをちょっと紹介してみたいなと思いました。お疲れ様でした。皆さんこそお疲れ様です。大人っぽい、ありがとうございます。こんばんは。昨日夢に美晴が出てきたのでお会いします。あら、なんと嬉しい、ありがとうございます。ということで紹介していきます。まずベースはこれですね。見えるかな。じゃん。
とした。よいしょ。見えるかな。じゃん。あ、こうした方がいい。読みます。インフィニットシャインプロステイプ。プライマーベースコート、このベースコートをまず塗って、で私が激推ししたいネイルがあって、これです。これキャンメイクさんのファンデーションカラーズの2番なんですけど、この結構紫がかって見えるんですけど、これが本当に爪を綺麗に見せてくれるんですよ。本当におすすめで、なんかわざとらしくない地爪かのように綺麗に見せてくれるんですよ。本当に最近はひたすら愛用してるんですけど、めちゃくちゃおすすめです。もうネイルできる方なんで、あとはね、多分100円ショップ様で買った速乾のトップコートとか何でもいいんですけど、ちょっと塗っていくので見てほしい。まあこれが私の爪なんですけど、本当にこちら塗った後のなんていうんですか、もう本当に爪綺麗ってなるので、ちょっと見ててください。まずはトップコート塗っていきます。間違えました、ベースを塗っていきます。よしよしよし、あ、ごめんなさい、音がね、高いの苦手な方はごめんなさい。塗っていきます。よし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 よよいしょ。皆さんありがとうございます。ほっ、すごい、なんか片手だと塗りにくいですねすごい特殊なことになっちゃいますけど、よいしょよいしょ、こうやって塗っていきます。まずはベースを塗っていきます。まあ、ベースだけでもなんかちょっと綺麗なんですけど、よし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 、いや、もうベースなんか私ずっとね、まあ、ジェルネイルをすることが多くて、でもちょっとね、爪が私元からねそんな強くないので、どうやってもねちょっと弱々になってしまうんですよ。それでなんか、まあお仕事一回外さなきゃダメな時外して、からちょっと地爪を手過ごしてみたんですよ。そしたらまだまだそのお仕事の時爪がね割れてきちゃうっていうか、もうちょっと片方だけ今塗ったんですけど、まあベース塗っただけでもこうピカピカしてるんですけど、地爪を育て始めたんですよ。割れない爪になるようにっていうので育て始めたら、普段こうギュッてやったら分かりますかね、こうやって曲がっちゃうぐらいなんですけど、もっと曲がってたの、折れるぐらいだけど、だん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 強くなってきて、いい感じに育ってきました。ちょっと待ってね、かわいけかわいけ、私ネイル乾くの待てないんですけど、皆さんってどうやって乾かしますか？私はこうやって乾かしちゃうんですけど、こうやって触っちゃうのダメなんですけどね、まだでした。乾き乾き、早くこの綺麗な威力を見せたい。乾いてくれ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 、なんかね、まあドライヤーとかでもいいんですけど、なんか勝手に早く乾いて
くれるものだとなんか思い込んでいて、ベースはだからちょっとドライヤー使っちゃうと皆さん あのお耳がウォーってなっちゃうからもう大変なことになっちゃうので、ちょっと自然乾燥で急いでくれってやっております。結構ねこうやってたら乾くんでしょ、すぐ待てない。お、だいぶ乾いてきました。あとちょっと初見です、ありがとうございます。もしよかったら星10連で10回ポン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 ビロモンってもしよかったら投げててもらえると嬉しいです。これ乾く前に触っちゃうってあるあるなんですかね。普段はあの甘皮処理っていうんですか、こういうキワキワのとことかもやるんですけど、ちょっと今日はねちょっと時間が多分なくなっちゃうからやってないけど、普段は自分で地爪の時はケアは自分でしてます。シュ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 、お、いいんじゃない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 。ということでこのように早く皆さんにこの凄さを見せたい、キャンメイクさんのファンデーションカラーズ2番を塗っていきます。ちょっとまずあのベース塗った状態、本当にすごいからこの子、本当に塗ってきます。本当にすごいから、でもあんまり分かんないのかな、なんか地爪が綺麗に見えるからっていうか、よいしょ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 、ちょっと待ってね、しかもなんか多少ね私みたいに塗るのが大雑把でも綺麗に塗れちゃうんですよ。それもねありがたいところなんです。よし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 、いやーいいわねいいわね、本当に見てほしいんです。よいしょよいしょよいしょ、ちょっと待ってください、ちゃんと蓋を かぶせなきゃいけない。2シュート50カウントしました、ありがとうございます。見てほしい、わかります、え、わかりますか、この血色いい爪みたいな、わかります、なんかパッて手元見たときになんか健康的な爪みたいな、わかりますかね、伝わります、なんかやりすぎてないピンク、これを伝えたかった、わかりますかね、わかりますかね、わかってほしいんですけど、これがめっちゃいいんですよ、ちゃんとあの爪のあの白い部分というかそれも薄く出てきつつの色みたいな、これが本当になんか今その画面を通してなんかどう見えてるか分かんないんですけど、外の光に当たるとさらに自然なめちゃくちゃ血色のいい爪に見えるんですよ。本当にあの肉眼で見るとさらにいいんですけど、本当にこれがめちゃくちゃ手が生き生きしてるように見える色でおすすめです。しかもその色がねちょっと薄いので
好きな色になるまで塗り重ねてもいいし、一回塗りでもいいし、めちゃくちゃいいです。頑張ってください。ありがとうございます。わかりますか？分かって、分かって伝わってほしい。なんか爪がね、本当にピカーン見えるんですよっていうのを伝えたかったです、今日この時間に。でこれを乾くのを待ちます。乾け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 って感じの、なんかね確か3種類ぐらいあったんですけど、なんか白っぽいのとかで、なんかねなんとなく買ってみようと思って買ってみたのがめちゃくちゃ良くて、もう取れかけたらすぐ塗り直すみたいな感じなんですけど、こちらの色が一番私はお気に入りでした。好き。キャンメイクファンデーションカラーズ2番、おすすめ。女の子おすすめ、男の子にもおすすめです。みんなにおすすめ。ちょっといつもね、お疲れ様です、お疲れ様です。もうね超えてフリフリして、あの念力で乾かしてます。乾け乾けって喉が乾いちゃう。2週目お届けありがとうございます。なんか乾いたかどうかって私いつもなんかこう触っちゃうんですけど、なんか最近思ったんですよ、乾け乾けと思って自分が乾いたって思って、その次にもう一回さらに乾いただろう、いやもうすでに乾いただろうって、自分の中ですでに乾いただろうと思ったぐらいがちゃんと乾いてるですけど、ちょっとああもうそろそろ乾いたかなって触っちゃったらダメだからもうちょっと我慢。なんか今結構便利で、そのネイルを塗ったあのテーピって入れると、なんかすごい乾かしやすい機械みたい、乾きやすい機械みたいなのもあるんですけど、それすらめんどくさいっていう、めんどくさがり屋ですね。いい、わかりますか、このピンク、めっちゃいいピンク。なんか遠い方がなんか自然な色味に見えるかも、近いよりかも。いつもタイミング気が早い。そうなのよ、出遅れたけども星カウント完了したでゴンス、ありがとうゴンス。3回が無双、お誕生日にあげよっか、何をだろうかそう、リングライトに入っちゃった。さよなら、さよなら、ありがとうございます、来てくださって。しかも今日なんかあの紫っぽいからちょうどいい感じかもしれない。よし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 。ネイル何日ぐらい切る？結構保ってますよ。あ、たたたたた、めちゃくちゃなんかね、なんか指を酷使しなければ2週間ぐらいは、まあ、爪は伸びてくるけれども、ちゃんとベース塗ってネイルの色自体塗ってトップコートを塗れば何しても割と大丈夫です。持ちがいいので。さあそろそろいいかな。はい、乾きました、ドヤ顔。私の中では3回目でした。私の中ではもう大丈夫なの。はい、もう触っても大丈夫。ああもうよく我慢しました。かわりくんのニューグッズはまだですか？ちょっと今どうだろう、まだなんですけど、またいつか発売できるように頑張ります。いつかできたらな。で最後に、まあ、何でも お手元にあるトップコート、私は速乾がいいですね、早く乾いてほしいので。これを塗ったらもう本当にめちゃくちゃ持ちますから大丈夫です。
嬉しいな、かわれくんグッズをこうまだとか言ってくださるとちょっと嬉しいですね。かなりこうやってててててて塗っ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 て、よいしょ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 、もう仕上げ。意外にね乾くの早いですよね、待ってたら。でも本当にねネイルって乾、なんて言うんだろうな、乾かないで触っちゃった時の絶望感ってすごいんですよ本当に。もう一回取んなきゃいけないっていうね、急いでる時、あれどの指塗ったか分かんなくなっちゃって喋ってた。私どの指塗ってました、今喋ることに集中しすぎて、なんかどの指塗ったか分かんなくなっちゃいました。よいしょ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 、はいできた、きっと全部の指塗ったはず。よいしょ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 、じゃん、わあピッカピカピッカピカの1年生どうですか。ちょっとこっちはまだ出てないけど、できたビガーン、ビガンビガーン、ビガビガーン。みやちゃんネイル右も左も器用にできるんで、できないメンバーできないメンバーいるかわかんないけど、でもやっぱり利き手じゃない手はね難しいですね。ルームフォローしてありがとうございます、すごい光ってるでしょ。これも乾け乾け、でも速乾だからすぐに乾きます。ネイルの色が綺麗、いちごミルク、確かにいちごミルクっぽい、ブルーベリーミルクみたいな、触りにくい表現。綺麗。どうも、乾いたかな、乾いたかな。手って日常でいっぱい使うじゃないですか。だから本当にネイルが乾くまでの時間が結構結構結構ね、そわそわ。こんばんは、こんばんは。よし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 、早く描いて完成させたいんです。ちょっとネイルのネイルの香りがする。ねえもう触ってもいいかな、触ってもいいかな乾いたかな、もう乾いたかな、乾いたかな、乾いたかな、乾いたかな。ほらこうやってね髪の毛いじりたくなっちゃう。まだまだもうちょっと待つ、よしみんなでもうちょっと待とう。なんか念力使っちゃうの本当に、私本当に念力使えないんですけど、何でもなんか念力送ればどうにかなってほしいみたいな願いを込めて念力を送っちゃうんですよ。なんかこういうねネイル乾けとか、今日なんてお仕事の時ちょっとねお天気が危うかったんですけど、なんか晴れ、なんかもうちょっと晴れてくれみたいな、はぁとかやるんですけど、全然そんな聞くわけもないのによくやってしまうんですよね。皆さんしませんか、私本当によくやっちゃうの、本当にいつも。そうボーリングもそうだし、何でもなんかこうはぁってやったら動くはずもないけど動いてほしいっていう願望を込めてはーってやっちゃう。三振終わりました、ありがとうございます。私が神様ならすぐ叶えますけどね、どや。いやーそんな神様がいたら嬉しいですね。いやだからもうねなんか癖になっちゃって何でもはーってやるのが、だから今もやってるっていうか、はいもういいんじゃないですか、触るよ、はいもう大丈夫です皆さん、できました。
でりーん、私のお気に入り、血色のいい女の子になれるネイル完成です。イエイ。今日使ったのはこちら、ディリン。まあベースとトップコートはもう何でもいいんですけど、こちら、アイトゥーン、読みます。インフィニットシャインプロプロステイプライマーベースコート、こちら。それからの私の激推しちゃん、キャンメイクファンデーションカラーズの2番、はい、激推しちゃん。そしてトップコート、こちらもどこでも大丈夫です。トップコートです、こちら。じゃーん、よかった、間に合って、よかった。手は後で塗っておきます。ということで、私の本当に激推ししたかった、最近ずっと紹介したかったネイルちゃんでした。まあ、ネイルできないと仕事の方もねたくさんいたりすると思うんですけど、結構ネイル屋さんとか行くと男性の方でも営業職の方だったりとか、まあ、爪をきれいに見せたい方は透明のジェルネイルするっていう方も結構いらっしゃるっていう話を聞くので、皆さん美意識高めていきましょう。三種ありがとうございます。今来たけど星も遅いですか？30分まで配信するので、あと5分ぐらいあるので、もしよかったら投げていってくれたら嬉しいです。遊びに来たよ、ありがとうございます。ちょっとじゃあお先にもうランキングを読んじゃいますね、時間がなくなる前に。やり、お仕事の時は違うのつけてたんですけど、今はこれをつけました。じゃん。13位が電吉さん、12位がコーフィーさん、11位がアルトアトピオさん、10位がワンマンさん、9位がブンちゃんさん、8位がエミモトアトピオさん、7位がケンヤと新潟さん、6位がキョウジアとミハルファイト、5位がタッチーさん、4位がハチアと NGT ヨシさん、3位がピューリンアトピオさん、2位がナオキアイさん、合ってるかな、1位がアキラ先生です。ありがとうございます。ひょっとそう、今回は時間ぴったりだった、よかった。あ、お茶麦茶。4枠目お疲れ様でした。5枠目を頑張っていきましょう。5枠目は髪の毛をアレンジして、これに合わせて髪の毛をアレンジしていきたい、アレンジしていきたいと思います。せーの、えいえいおー、ということで次は20時15分からです。よろしくお願いいたします。かわいい絵文字でおーって書いて、おー、なんか喋ってるとめっちゃ喉乾く。皆さんは麦茶、緑茶、秋田さんのキャッチフレーズみたいになっちゃった麦茶、緑茶、ウーロン茶、ジャスミンティー、何が好きですか？私はよく飲むのは緑茶と、なんかご飯食べるときはウーロン茶が多くて、普段飲むときは緑茶が多くて、なんかわかんないですけど、レッスンとかのときはなぜかジャスミンティーが飲みたいくなる人ですお、ジャスミンティー派。あさって公園だから喉痛い。いや、ほんとそうなんですよ、ちょっと気をつけなきゃダメですね、角の生誕だしね、楽しみです。緑茶派懐かしい、好きなのは麦茶かな。おしなぎカウント完了しました、ありがとうございます。ジャスミン茶はガチャ、そうなの、ガチャがめっちゃ昔からジャスミン茶飲んでて、なんかね、いつの間にか私もジャスミン茶めちゃくちゃ
なんか飲むようになってました。少なからずもガチャの影響を受けたジャスミン茶の美味しさに気づいたんですよね。あとアールグレイも好きです。私ルイボスティーもね、ちょっと前までわざわざパックを買って、あの水で出してましたね。チャンシーありがとうございます。あと何茶の黒豆茶とかも飲んでました一時期。なんか急になんかお茶にハマる時期があって、なんだろう、普通の麦茶とかじゃない、なんか特殊な、なんかいろんな、なんだろうな、健康に良さそうななんかお茶みたいなの見つけると謎に買っちゃう時期があるんですけど、まだあるんですよ。飲まなきゃって思いつつ飲めてないですね。飲まなきゃいけない。っていうかもう29分だ、やばい。ということで次は20時15分です。またね、ありがとうございました。バイバイ。星も止めてくれてありがとうございます。はじめまして、はじめまして、ニジティフティトナルミアルです。ということで、この今回この5枠目はですね、この私の長さの髪の毛でできる昨日と違うアレンジをしていきたいと思います。お仕事長引いて今からします。いや、ありがとうございます。ちょっと前髪はもうねセットしたんですけど、よいしょと、ここのね、ここの毛を、ここの毛を出すんです。ジグザグ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 、この子だけを残す。多いかな。多いか。まあ、いいか。そんでそんで。そんでそんで。そんで、まあ、くしね。くしね。よいしょよいしょ。しなくても手ぐしでも全然やっちゃうんですけど、とりあえず、あばばばば、ちょっと今日外歩いたからここ固めちゃったんだった。よいしょ、やばい、今日固めちゃった、固めちゃったのが出てる。こうやってこうやって、あまあ、こうやって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 、とりあえず一回ここで結びます。よいしょ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 、とりあえずピョってしちゃいます。ちょっと引き出しておいて、で、ぴょ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 、すごくなんか出てきてるけど、ちょっと無視して、次アイロン使います。私が使ってなんかアイロン買い替えまして、あ、ちょっと前にホリスティックキュアーズっていうやつかなに変えました。で、ここをちょっと内側に毛先を内側に、こんな感じ、内側に内側に
ちなみに温度は140度です。なるべく低い温度でしたい気持ちはあるから、こいっとね、こいっとね。そう、髪の毛の量多いんですよ私。おいしょおいしょ、短い子は内巻きにしてもらって、こんな感じで、ここのね、これじゃない、このここの毛は私はシュルーリンこうします、こう感じ、シュルーリン、いいね。この毛はシュルシュルシュルリン、シュルシュルシュルリン、こんな感じ、シュルシュルシュルリンぐらい、シュルシュルシュルリン、シュルシュルシュルリンぐらい、この子もシュルリン。この子もシュルシュルシュルリン、シュ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 、まあこんな感じにします。シュルシュルシュルリン、シュルシュルシュルリンって感じね。で後ろはキュッてちっちゃいお団子にします。シュルシュルシュルリン、シュルシュルシュルリン。マッシーがいる？マッシー。シュルシュルシュルリン、シュルシュルシュルリンで、それでそれでこの。ヘアスタイリング剤をちょ、ほんとちょちょぐらして、シュルシュルシュルリーンってして、ここにこうやってつけて、ほいつけつけってつけて、ここら辺のもおい沈んでくれ沈んでくれってして、ここら辺もあシュルシュルシュルリーンってつけて、おいしょおいしょ、シュ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 ってやって、まぁちょっとなんか形が気になったらこうやって、マッシーありがとう、頑張ってください、優しい、ほんと優しい優しい、カチ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 、私の私のカチューシャー、どこに、あれ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 、一瞬にして、あ、目の前にあった、これをピン、あ、なんかこれしちゃったらすごいなんかメイドさんみたいになっちゃった。これではないね、なんかカチューシャあったら、カチューシャつけたら、カチューシャ持ってくる、メイドさんみたいになっちゃった水さみたいになっちゃったよ。で、シュ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 、
っちゃ簡単でしょ。簡単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 できた。イエイ。ガチャも来てる。ガチャ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 。どこ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 探す。ガチャはガチャはガチャは。どこ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 。めちゃくちゃ本気で探してる。どこどこどこ。みんな遊びに来てくれる。ありがとう。あ、マッシュが星投げたカウントだけですが指定します。ありがとう。ガチャはガチャはガチャはガチャガチャ。え、みんな待って、探すの早くない？どこどこ。ガチャも来てるようでしょ。あれどこどこどこ。みんながガチャガチャ言うから。いた！頑張って。頑張る。ガチャいたいた。ありがとう。いいな。ということでできました。ガチャ、ガチャに会いたい。変な顔しちゃった。はい、こんな感じで髪の毛ができました。ガチャありがとう。嬉しい。メンバーが来てくれるとなんかさらに頑張ります。頑張る。男女のボルンジャ。いやもうなんかさ、メンバーに会いたくなってくるんだよね、配信してると。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。めちゃくちゃ速いスピードでとできました。髪の毛頑張ってください。ありがとうございます。こっちは男性のボタン欲しい。すごいすごいこと言うね、みんなすごい。お、クマさんありがとうございます。お星さんありがとうございます。まあ髪の毛が長くてもじゃん、ちょっとケバケバしてるとこはちょっと見逃していただいて。こんな感じで髪の毛ができました。イエイ。ね、泣き笑って言ってガチャなんか私一時なんかガチャって呼ぶなんか他の人に呼ばれるのがダメみたいな言ってたんですけども、もはやなんかみんな呼んでるからいいよみたいな感じだよね。なんか本当はもうちょっとここキュッてしたいんだけど、なんかうまくいかなかった。仕方ない、ここなくてもいい、なくてもなんかいいね、あってもなくてもいい感じ。みんなありがとうございます。なんか私の変なテンションに来てくれて。え、待って、ガチャ3位にいるんだけど。ちょっとスクショ していいですか、これ。ちょっと待ってちょっと待って。せーの、あ、ちょっとちゃんとスクショできる。せーの、本当に3位に乗ってくれてる。ありがとう。聞いてました。エッサーコシさんレディオ。よいしょ。あれ
今の時間からあのタイムスケジュールを、明日のタイムスケジュールを決めたいんですけれども、こんばんは、こんばんは。札幌から毎週ラジコのタイムレイ聞いてる、ありがとうございます。スケジュールをですね立てたいと思うのですが、あ、ちょっと立った思うんですけど、ですね、だいたいかなみたいな、だいたいこの時間かなっていう感じかな。はい、前だいたいこんくらいのスケジュール、あ、違うんです、あれです、あれ、あの明日お仕事がありましてできない時間帯があるんです、おいしょだからその時間を今確認してて、そのスケジュールだいたいこの時間はちょっと無理かなっていうスケジュール、お仕事の時間帯を今確認してて、それを探すのに時間かかってしまいました。ちょっと絶対的にタイムスケジュールを考えるのは時間かかるので、ちょっと早めの時間帯から考えようと思います。よし、よし、考えるぞ。ちょっと待って、昨日の消してなかった、いや消さなきゃ。ということでですね、でもお仕事が夕方からなので時間 NG なのが時間が夜の今のところお仕事でお時間がダメなのが16時から21時なんですけど、その他は配信ができます。でカウントであったりとか、皆さんが見に来やすい時間帯に配信するのがいいと思ったんですけど、ゲリラ配信はないですね。この時間帯以外で組もうと思うんですけど、皆さんの意見をお聞かせください。すみません、もう一回確認しますなんか時間はなんか不安だな、この時間でやってるかな、おそらく合ってますね。でしょ、はい、大丈夫だと思います。はい、大丈夫だと思います。なのでこの時間帯以外で皆さんの、なんだろうな、来てくれる時間帯で組むとしたらどうしたらいいんだろうか、どうするべきでしょう。どっとこどっとっと、明日お仕事だから無音になりますが、お品木監督で今日お手伝いし、ありがとう。どう、あー確かにお昼休みの時間帯いいの、お昼休みの時間帯、はい、質問です。皆さんのお昼休みの時間帯って12時ですか、もうちょっと遅いのかな、
皆さんお昼休みの時間帯に見れる時間もいいですよ。あ、21時からは多分確実に配信できます。ちょっと今余裕を持って21時にしてるので、21時からは配信できます。確認、もう一回確認。はい、21時から確実に配信できます。なるほど、じゃあ12時から13時の時間大切かな。あ、でも11時朝って何時がいいんだろう。なんか2日間6時からしてるんですけど、この刻み方でいいのかしら。だいたいみんなのお昼休みが、まあ、11時半ぐらいから13時までってことね。みんなのお昼休みが、おしょ、みんなのお昼休みが11時半から13時。ああ、なるほど。こんばんは。今タイムスケジュールを考えております。朝6時配信いいです。12時。そうね、12時過ぎぐらいからできるかな。めちゃくちゃ皆さんのコメント見逃さないように。こんばんは。朝6時が重そう、思ったんですよ。朝6時なのか7時からした方がみんなもう見やすいのか、なんか今日配信してみて、もうね、朝6時も見てくださる方結構いらっしゃるんですけど、7時の方が見てくれてる人が多い気もしたが、6時からでいいかな。6時も7時も仕事だから目指すぞ、頑張ってね。お仕事、明日テレワーク何時でも OK です。6時半、9時半、12時半。あー、それありだね。ちょっとメモらせてください。6時半、9時半、12時半、お、30、ああ、で1時間半、6時、6時半の方が 見やすい。そこまでしてねえ、急に見に来てそんな時間やってそこまでしてって思う方もいらっしゃるかもしれないけど、本気なんです。すいませんね、見に来てくれてありがとうございます。こんな私が真顔でめっちゃ時間と戦っている。俺は何時だろうと見れたら見るという感じ。ありがとうございます。じゃあ6時半とかいいかな。で3週
投票します。丸一の案、丸二の案、今が21時36分から丸二の案は今日と同じだとして6時7時9時、投票してもいいですか。丸一がこの新しいバージョン、丸二が今日と同じバージョン、どっちの方が 見れるよとか遊びに来たいよっていう投票を取ってもよろしいでしょうか。雪2の人がめっちゃ多いか、あ、いや、あ、2の人が多いか。あ、やばい、投票したら星投げれない、私やっちまったか。確かに。はい、ということで一瞬で終わっちゃったけど、2、あ、じゃあ6時、今日と一緒の方が皆さんが見にくい、あ、見にやすいから、矢島だなあ、星投げられる、あ、よかったよかった、え、星投げられるって言ってくれる人と投げられないって言ってくれてる人がいるんだけど、確かに投げられない、矢島だな、あ、じゃあ今日と同じで大丈夫、まあちょっとの差なんですけど、まあこっちでいいと思う人、あ、星投げれる、よかった、焦った、こっちだいたい決める、6時、昨日みたいにツイッターで言ったらいいかな、朝とあと12時台も入れたいね。ねえ、これどっちか、これプラス12時台を入れるとしたら6時9時、12時15時25分ずつ、あー、どうしたらいいかな、どうしたらいいかな、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、どうしたらいいちょっと待ってやばいよ、ほら絶対間に合わない、6時9時、待って、みんなごめんよ、私がついて行けてない、6時9時12時、6時7時9時、12時はどう、12時、ここにもう一枠入れるとしたら12時、11時、12時、ほほ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 、12時でいいですかね、12時、ちょっと7時を7時15分、こんな感じ、12時を12時15分から、12時15分の方がいいか、トト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 、
その前に10時15分から10時半みんな待って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 、私わかんない、ちょっと待って、いろんな数字が飛び交っている。お昼とおやつの時間は入れた方がいいってことよね。やばい、時間ですちょっと待って、ちょっと次に繰り越しになってしまいました。9時8時、6、8、10、12、ちょっといろいろやばい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 、あーちょっとツイッターでも聞きます、お力をお貸しでください。13位がチアトピオさん、12位がコウキさん、合ってるかな、11位がクマノプンさん、10位がボツマルさん、9位がエルマパートピオさん、8位がマサさん、7位がハチアット NGTO さん、6位が熱帯雨林カイワレカイワレカイワレ、あれカイワレ合ってるか、あと5位がキュージアットミハルファイト、4位がピューリアットピオさん、3位がアルタートピオさん、2位シジュカラットミハルオビスに、1位がアキラ先生です、ありがとうございます。12時、なるほど、10時お休みの方も多いんですね。10時、15時台、6枠目お疲れ様でした、ありがとうございました。7枠目もよろしくお願いします、ちょっとツイッターでお聞きします、また後でね、ありがとうございました。皆さんこんばんは、確かに角とコラボもありですね。ちょっとちょ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 、奈良美春です、はい。ということで、さっきちょっと配信の時に決まらなかった、こんばんはにゃ、決まらなかったこの何時の時間帯がみんな来やすいですかっていうのをちょっとツイッターでどうですかねって、何時がいいですかねっていうことを言ったところ、頭のいい心優しい皆さんがタイムスケジュールこうしたらいいんじゃないかって送ってくださった方がたくさんいらっしゃいまして、いろいろと目を通させていただきまして、ちょっとどこ行った、いただきまして、まあ6時、7時、12時、15時、21時、22時、23時、なんか6時、7時で12時か、6時、7時、9時か、6時、7時、8時、8時と9時と8時と9時だったらどっちの方がみんなは、あーじゃあ見ようかなってなる見てもいいよって思いますか。8時の方がいいかな、9時だと遅いかな、でもこの6時、7時、12時、15時、21時、22時、23時いいな、こうしようかな、あさって公演なので1日はなので、6時、7時、6時、7時、8時、9時、9時、
どうしようかな。9時だとお仕事始まるんで。6時、7時、9時、12時、13時、15時、21時、22時、23時にさせていただきます。決めました。皆さんのお力をお借りして。字が書けません。25、6、7、8、4。やばい、ギリギリ16分から23時31分。こちらの案をお借りして使わせていただこうかなと思います。じゃん。9時半40分、残り1時間、30分、20分、30分、40分、50分、90分。7時15分を7時20分あ7時15分を7時20分20分7時15分を7時20分にすると7時半。よいしょ。30分。40分。60分。こういうこと？456を5分から10分遅らせるのあり。456、456を5分から10分30 15時、あー10分遅らせるの。やってみよう。ちょっと待ってね。よしよし、456を10分遅らせます。計算ができないです。待って、計算、計算ができない。助けてください。待って待って待って、あれあれ、
35 35。ほう、10分、456を10分を収めてみました。あ、カドちゃんルームかけました、ありがとうございます。どうでしょう、ドッとこドッとっと30 40 20、めっちゃ字汚い、ごめんなさい。あ、9時はね、全然9時を10分にして、おいしょ、ブジャラホイ、皆さんの意見をいただきつつ、皆さんの意見をお借りしつつ、めちゃくちゃ大改造をしておりますが、こんばんは、どうでしょうか。あ、そう、ホワイトボードに書いてるから全然消せるんです。どう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 でしょうか、どうでしょうか、どうでしょうか。こんばんは、気合で締めます、無理しないでください、ごめんなさいね。5時15で基準で先生、9時15だとしたら全然ここは帰れるから35になる。15、あ、ちょちょちょ、じゃん、どうでしょうか。9時15分から35分でした。よいしょ、こんばんは、星投げカウントコメントギフトありがとうございます。どう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 ですかね。こんばんは、9時半、みんな9時はどうしたらいいですか。9時はな、どうしたらいい。9時は9時やっぱ10分か、よいしょ、9時10分で、思考停止しました。待って、あれ、9時10分に配信するとしたら30分か。本当に思考停止した今。えって待って、当たり前の計算ができなかった。あ、だいぶ、どうですか、ちょっとここ計算合わないとか、全部計算したらおかしくないみたいな、私も計算してみたけどおかしくないか。6時半でしょ、30分10分20分、ここで1時間30分10分1時間30分45分、
丈夫だよね。星捨ての時間を考えてね。朝は毎時15分。おっとおっと待って待って待って、朝は全部15分にしたらいいってことですか。やばいぞ、時間ないぞ。これは朝15分にしたらいいのか。夜は、まあ、これ夜とお昼はいいとして、67679を13時25分、を13時半、全然できますよ。30分にして40分にして、6時はそのままでいいよね。どうでしょう、なんかちょくちょく書いてるか。前半は良き、良きですか。朝そのままに。ここがギリギリ6枠目なら、ファイティン、ありがとう。見つけました見つけました。計算的には大丈夫。ガチが配信してから嬉しい、ありがとうございます。これで行ってもよろしいでしょうか。なるほど、15時20分40分よいしょ。ここがあれだね、皆さん結構。はい、こうしよう、こうします。どうですか、これ。20分にして40分にしました、6を。どうじゃ、いいんじゃないか。7分、いいんじゃない。なんかなかなか、こんばんは、いいんじゃない。これでいこうと思いますか。いいでしょうか。ちょっとあの時間なのでランキングだけ先に読ませていただきます。すごい、皆さんに助けてもらってばっかりで、頼ってばっかりで本当にごめんなさい。10歳がイナポン、アットピオさん、12位がマサさん、11位ユータ太陽マーク NGT さん、10位が A. ヨッシーさん、9位が元井さん、8位が8位あった NGT ヨシさん、7位がエルマパアットピオさん、6位が90あったミハルファイトさん、5位がアルトアットピオさん、4位がピューリンアットピオさん、3位がアイディアドットオアシスさん、2位がコーヒーさん、1位がアキラ先生です。ありがとうございます。いいんじゃないかな。次がラスト枠になります本日。それではこれで明日を行かせていただきたいと思います。本日は皆様、本日もですが本当に皆様お仕事でお疲れの中、私の脳みそが回らないところを助けていただき、ツイッターで昨日もですがタイムスケジュールを助けてくれって言って知恵をいただき、この配信でさらに皆様から知恵をいただき変えて、本当にこの今回のイベント一緒に一心一体となって頑張ってくれてありがとうございます。お、もう時間ですね。次がラストの分部です。えいえい、おお、ということでこれ共有します、ありがとう。スケジュールもう本当になんかいっぱい頼ってしまって、頼りっぱなしですいませんが、ありがとうございます。本日もメンバーが遊びに来たりとか、皆さん今日月曜日でお仕事だったりとか忙しいし、
お疲れの中こうやって朝早くからね夜更かし下まで応援してくれた本当に本当に本当にありがとうございます。メールをね送ったので届いてたらいいなって思います。あ、届いてよかった。お仕事って帰ってきました。お帰りなさい。でもなんかこうやって朝から遅くまで配信してるとみんなにおはよう、行ってらっしゃいと、お帰りなさい、おやすみなさい、お疲れ様って言えるのが嬉しいし、こうやって私が計算がわーってなっちゃったりとか、タイムスケジュールどうしようとか、配信うわなんか急に止まっちゃったとか、急にうわなんか配信ルーム入れないとか、結構プチハプニングがあるんですけれども、皆さんは同日大丈夫だよとか、こうしたらいいんじゃないかなとか、本当に本当に支えてくださって、まさにこれは応援してくださる皆さんと私と一致団結できてるなって思うし、まあ今日3日目終わりますが、今のところ初日からありがたいことに1位にいさせていただいてるんですけれども、明日から4日、4、5、6、7、7日31、1、2、3、あと4日間あるんですけれども、まあ折り返し地点に入りまして、きっと他のみんなを応援してる皆さんもいろんなことを考えて、やっぱり自分の応援する子に夢を叶えてほしいともちろん思ってるし、私もこのなんだろうな、イベントは同じ仲間だけど、まあライバルというか、その順位でねこう競わなきゃいけないっていう、そう面があるんですけれども、その競う以前にみんなめちゃくちゃ頑張っていろんなことして考えて必死に頑張ってるからこそ、私も頑張りたいなって思うし、なんかそのあまりそのなんていうんですかね、競い合うみたいなのが得意ではないのでないんですけど、なんていうんですかね、この今この1位をねいただいて、今後どうなるか分かんないじゃないですか。もちろん前回のビスさんのこのショールーム配信も大どんでん返しがめちゃくちゃあったし、最後の最後まで本当にすごい戦いだったから、それを考えるともう最終日も怖いし、後半戦折り返し手からもどうなるんだろうなとか思うし、でもそれは本当に皆さんとの団結力であったりとか、もちろん運も含まれてるだろうし、まあいろんな面です。どうなるか分かんないんですけど、でもそれだからといって諦めるわけじゃないし、だからといって負けもう負けですっていうわけじゃないし、最後まで頑張りたいなって思っております。そうなんですよ、みんなのこと大好きだからさ、本当に。だからなんかこうやって競うイベントだから仕方ないんですけど、こうなんかすごい競わなきゃいけないっていうの、ちょっと心がねちょっと痛いなっていう面もありつつも、だからといって妥協はしたくないので、最後まで皆さんと一緒に乗り越えていけたらなと思います。なのでまあこれからね折り返し地点になって後半戦に入っていくと思うんですけれども、もちろんまず、ね、体調管理もしっかりしなきゃいけないし、公演であったりとかお仕事に影響が出たらもうどこもこもないし、体調もそうだし、だからちゃんとしっかり自分のこともちゃんとセーブしたりだとか、ちゃんと管理していかなきゃいけないし、皆さんのことも本当にずっと2週間朝から晩まで付き合っていただいてるので、そうだから本当にお互い多分ねきっと
前半でも結構にも詰め詰めで朝から晩までねやらせていただいてて、後半になるとお互いわあちょっと頑張んなきゃなっていうか、お互い励まし合わなきゃいけない時だったりとか、お互い頑張ろうって乗り越えようってしなきゃいけない時がねたくさん出てくると思うんですけれども、その時は私も今もね皆さんのこと頼らせてもらってるんですけど、もうしんどいよとか全然言ってください、一緒に頑張ろうって言わせてもらうので、私はマイナスな言葉は言わないけど皆さんは全然言ってください、ちゃんと私が一緒に頑張ろうありがとうって伝えるので、どうかどうか最後の日まで一緒に乗り切ってもらえたら嬉しいなと思います。今のところちょっとあの前言ってたスケジュールとちょっとお仕事のスケジュールが変わって、ま明日と明日お仕事あって1日トイレ公演なんですけど、最終日の前日と最終日が今のところあのお仕事がお休みっぽいので急に入ることもあるんですけど直前になって、でも今のところはお休みっぽいので2日3日は1日2日間まるまる配信できるんではないかなって今のところ頑張っておりが思っております。いやなんか今日弱音じゃないけどなんか配信してたりとか、そのメンバーみんなあのこのね配信頑張ってるみんなとか見てるとなんかすごいなんだろうな、もっと頑張んなきゃって思うし、なんかねいろんなことをね考えちゃうんですけど、何よりその私のねこうやってずっとついてきてくださってる皆さんの団結力とあのすごいサポート力にすごい感謝というか、もう甘えすぎてるんですけどめちゃくちゃ感謝しております、ありがとうございます。今日見つけてみはるちゃんググりました、あらありがとうございます。でもなんかねこうやってまあこのイベントを通じて初めてね知ってくださる方もいらっしゃったりとか、久しぶりに応援しに来てくださったりとか、メンバーも来てくれたりとか、他の参加してないねメンバーのファンの皆さんも応援しに来てくれたりとか、本当に本当にありがとうございます。本当にもうなんかありがとうっていうことしかないぐらい皆さん本当にいろいろ協力してくださってるので、私は私なりのこの配信の仕方にはなるんですけれども、毎日3日まで配信していけたらなと思っております。はいなんかすごい皆さんには3日目、あ、アオキーさんこんばんは、遅い時間に見に来てくださってありがとうございます。3日目なんですけど本当にいっぱい助けていただいて応援していただいてるので、最後まで今1位という順にさせていただいてますけど、本当にどうなるか分かんないので不安だし怖いし、どうなるか分かんないけど皆さんと一緒に頑張れたらなと思います。大きいさんありがとうございます。いやーもう本当になんかその昨日もなんですけど、一日の終わりになるとすごいなんか前の日とか、まあ、昨日とか今日とか本当にその日に日に毎日その皆さんのしてくださることとか言葉だったりとか本当に本当にありがとうございますって思うことが多すぎて、なんか感謝を伝える時間みたいになってしまってるんですけど、本当にありがとうございます。私よりもだって起きて朝早く起きて星を捨ててってやらなきゃいけない、だってお仕事もあるし、なのにこうやってくれるから本当に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 この皆さんが、ね、使ってくださってる時間を無駄にしないように、明日4日目ですけど4、5、6、7あと4日間全力で
走り切りますので、一緒についてきてくれたら嬉しいです。皆さんよろしくお願いします。2シュートカウント完了。みえちゃん今日も楽しかった、そう言ってくれてありがとうございました。この経験も役に立つ。本当にそのすごいね、結果がどうこうとかあるかもしれないし、それも本当に大事だけど、この1週間最終日どうなるか分かんないけど、1週間を終わった時になんかすごいみんなとより一層絆が深まったりとか、夢を見つけたりとか、なんかできたらいいなって思っております。頑張りましょう。レインボースターをもらえるギフト明日までなので入れておきます。ありがとうございます、よろしくお願いします。星集めてるとミハちゃんの話が聞けないのがちょっと寂しいけど、いや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 、ありがとうございます。トイレ公園見たことない、まだ一回も当たらない。あら当たらない。公園がねちょっと今いっぱい打ててるわけじゃないのでね、ちょっと当たらないとか当たるとかあるかもしれないんですけれども、待ってます。いつまでも劇場で私はいるので劇場に私はいるのでいつまでも待ってます。やっぱりね、この間アットジャムさんに出させていただいて、まあ劇場でねステージにも立たせていただいてるんですけど、改めてアイドルって楽しいなって思ったし、アイドルって歌って踊るアイドルだけど、アイドルってお仕事、本当にこうやってそのショールームであったりとか、こうやってビスさんのイベントであったりとか、どこへでも不可能なく挑戦できるってすごい素敵だなって思ったんですよ。アイドルはアイドルだけじゃないじゃないですか。それがすごいなってなんか改めて思って、こうやって挑戦したいって思ったら、もしかしたらチャンスをいただけるかもしれないことに挑戦できるし、もし例えばね演技がしたいって言ったら演技をさせていただくことができるかもしれないし、何々を出したいって言ったらそれに向けて頑張ってたら、もしかしたら何かを出せるかもしれないし、ものすごい可能性があるものがアイドルだなって思ったので、もちろん歌って踊ってステージに立つのももちろんアイドル像だけど、すごいアイドルっていろんな可能性があるお仕事だなって思いました。本当にアイドル最高ってめっちゃ思ってます。なんか良かったなってアイドルでって、はい思ってます。そしてなんだろうな、続けてこれて良かったなというか、まあ今ねコロナ禍でなかなか皆さんにお会いできないかったりとか、お会いできる回数も少ないですけど、なんて言うんだろうな、直接会えなくてもこうやってなんか団結して頑張ろうとか、私がしたいこうなりたいっていうものに対して一緒にね熱くなってくださったりとか、応援してくださる皆さんの姿を見ると、なんて言うんだろうな、こう熱い気持ちをね取り戻してくれるというか、本当に本当に皆さんがいてくださって私がいれるので、皆さんにはちゃんと恩返しというか、ちゃんと皆さんに形として、なんだろうな、応援してくれる分お返しちゃんとできるように頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします伝わったかな、なんか本当になんかちょっとごめんなさい、なんか日本語がたどたどしいんですけど、本当にありがとうございます。私本当にって言い過ぎちゃって、本当にって言い過ぎちゃったんですけど、本当なのでそこはなので最後まで応援よろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。こちらこそ、本当私こちらこそですね。やばい、あと3分なので先にランキングを読ませていただきます。本日3日目ラスト
夜遅くまでありがとうございます。壇上に上がってくださった皆さん、13位ぶんちゃんさん、12位 M 元アットピオさん、11位ワンマンさん、10位ヤルトアットピオさん、9位シュウケンさん、8位ランスくんさん、7位ヌマッツアットもちもちの人さん、6位がキョウジアットミハルファイトさん、5位が竹中直隆さん、4位がボツマルさん、3位がシジュウカラアットミハルオビスニさん、2位がコショウさん、1位がアキラ先生です。ありがとうございます。青木さんも来てくださって、あ、もういらっしゃらないかもしれないですが、ありがとうございます。見に来てくださって、最後までもう見てないかもしれないんですけど、全力で1位取りに頑張りますので、チャンスがいただけるチャンスがあるなら頑張るので、皆さん応援よろしくお願いいたします。本日も本当にありがとうございました。明日は朝6時からですね。はい、また明日会いましょうね。おやすみなさい。今日も一日お疲れ様でした。おやすみ、いい夢見てね。おー、バイバーイ。